位置に隅でいいですか。うん、それから今度ね、まあちょっとまあ理事長と挨拶もしてもらうのも遅れてあれやけど、あのいずれにしても今日ね集まってもらうの本当に久々にね、あの大人数集まってもらったなと思ってます。それであと今回というのは曜日と会場なんですけどね、今日初めてこの理事会でこの、会場1300円なんですけどね収集かけたんですけど、ちょっと集まり悪くって、あ、井上さん来てもらったかなって。理事会下にもうこれ落書きみたいですけど、曜日と会、曜日と会場を書いておいたのがずっとこの、10年間の理事会解散にあった。以前働いてまして、そのつながりで、ちょっとこちらの方と、ご縁を持ちまして、はい、木村さんと仕事の時にいろいろお世話になっておりまして、またあの今後ともよろしくお願いいたします。すみません。ですけども、まあ、都内の来てワクワクしたりやね、これからこんなことできるんやいうね、ちょっと魅力づけをね、先頭みんななんか単にその集まったりだけではね、これはあかんので、なんかそれこそそのフリートークですね。私あのそれぞれみんなあの英文お持ちは思うんですよ。あの変なもんちゃいますね。ね、今までやってきた実績とかで人脈とかほんで光る分が絶対あるはずなんで、そういうのを披露していただいてですね、でそれを、まあ、みんなでまたやっていこうやないか言うて、前に中山理事がその野菜を売ろうやとか、ほんで、記念、あれ何やった撮影のね、あれだ、まあエンディングノート、エンディングノート。ありました。いや、ほんなら、なんか言うの。まあまあ、これ、これからも、アストの、理事会として発展しますように。うん、真っ正直はい、乾杯。乾杯。大城さんも取るわ。乾杯。大城さんも理事かなった奉行かどうかわからんよ。自分のこの生活の何か。はい、師匠。名前はもうその。ちょっと行くね。もう一つせポンポン。両手三度。はい、写真ちゃいます写真これ動画どこ行きやりますトイレゾロゾロと出てきます。帰りまよか。帰ろう。しんちゃん向こうやろ。中央階段の下に止めた。せやろ。うん。そこまで行きゃ。ご乗車の際、足元にご注意ください。